どうもこんにちはユニタイムズの時間ですどうもおはようございますユニタイムズの時間ですはい、えー、今日はねもう早速始めていきたいと思うんですけども、えー、今日のテーマはですねちょっとまあ時事関係な感じで、えー、北朝鮮のミサイル発射についてはい。まあ確かにねめちゃくちゃ売ってますよねミサイルっていうかねなんか飛翔隊とかって言われてますよねめちゃくちゃ売ってますよね,ねめちゃくちゃ 先月なんかもすごかったですけどね、はい、まあこの北朝鮮のミサイルのことについては、今後予告の中に入ってましたのでね、はい、え前回は確か、ここがおかしいよかなんか分かんないけど、ラプトさんの話でしたけど、ちょっと、いつもの北,あ北朝鮮に戻るんじゃなくて、いつものユニタイムズに戻ってですね、<laughs> でまずね、このね、ミサイルのことについて、ちょっとこう、ユニタイムズ的にみんなと一緒にこう考えていきたいのはですね、 あのミサイルって基本的に一発撃ったらどれぐらいのお金かかるのかっていうことを、うん、そのミサイルの数だけとかミサイルを撃ったとかっていうことだけ結構あの取り上げられるんですけれどねはい、はい、そのミサイル一発あれを撃つことにどれだけのお金がかかってるのかあそうですねめっちゃかかってるんじゃよ、うん、何億円、うん、もったいないお金がかかってる、うん、それをね あんだけつってねすすごいことですよそっちの関心の方がね、あのー、あるなっていう感じなんですよ。ああそうか言ったらお金を捨ててるようなもんってことですか捨ててるようなもんですよね。はい、でそこから関連して思うことはえ、はい、え？北朝鮮ってそんなにお金いっぱいある国なんだろうか、はい、とかね。で,ね、はいはい、で今回というか今後予告でなんであんなに北朝鮮ミサイル撃つのか。 っていうことの、まあ、話っていうこととの話だったんですけどね、はい、だからまずお金がかかるで北朝鮮そんなにお金あんのか、はい、でもしお金ないねんけどじゃあどうやったら撃てるのか、はい、でそのミサイルなんで撃つかのことに関してはまあある一説によるとというか専門家のってねまあ僕からしたらあんまり専門家とは思ってないですけどまあまあそ,その人たちの話からするとですね <laughs>、はい、いわゆる北朝鮮はあの商品を。 見せてるんだとプレゼンことですかプレゼンやってるだっていう意見があるんですけどねそんなのはアホかって何考えてんねんっていうそういう言ってる評論家の人に向けて言ってるんですけどアホかっていう話ですよね何億円もかけてそれはまずねありえないわけですけどねそれからキム・ジョ金正ンがね自分の存在をアピールしてるんだってね言ってるんですけどね んんまに言言っっててるすすかそなこといやよねネットにも出てきますけどね、そんなんね、何億円どころじゃないお金かけてね、俺はここにいるってね、だからなんとかって、アホか、それもね。と思いますけどね、でさっきのねミサイル撃つことのねだから意味をやっぱり探っていかなあかんと思うんですけどね、どこに意図があるのかっていう、でアメリカに向けてどうのこうのっていう。 いわゆるアメリカに対するこう牽制だとかねいろいろ言われてるわけですよ、はい、だけどその前にまずじゃあそのお金って本当にどうなっているんだろうかそうですね、うん、さっきちらっと言われたどうやったらそんなにお金ないのに打てるのかっていうあたりがなんかちょっときな臭い,というかそうですよね、はい、でそれともう一つ,つというかそれと実際には北朝鮮っていうのはお金いっぱい持ってるんだよっていう話も あの実はあるわけなんですよ。はい。そうなんですか。はい。いろいろこうまあ米ドルというか、はい、あのー、入ってきてると。ああ<ー>、うん、なるほど。でその流れが、えー、今回ストップさせられたかどうかはわかりませんけどね。はい。いろんなあの金融措置、経済措置を取られて、はい,はい。たたれた、ねはいうん、たれたかどうかはわかんないですけれどもね。はい。まあ簡単な話で言ったら二つあるわけですよ。北朝鮮にはそういうお金がある。 いう考え方と、はい、そうではなくてどこからかそのミサイルを作るためのお金っていうのが流れてきてる。その2つのつどどっっちちかかかななんでですすしいよねお<ー>、うん、あるいはそのねどっかで作ったミサイルを、はい、北朝鮮がまあ地下のトンネルかどっかから。 輸入しているかどうかっていうのはそれは分かりませんけれどそこはねあるとしたら3つ目になるかも分かんないですけど輸入するにしてもただではくれないと思うんだよねそどっからどの距離をどっから運んでくんねんっていう話もありますけれどね大きく言えば2つということでね北朝鮮にお金があるとしたとしてもそこまで えー、できるかかどうか、うん、これはね仮にあの日本ぐらいのお金持ちであったとしてもね、はい、そこまで打てるかどうか。ボボンボン打ってますもんね、うん、っていうことを考えたら、うんえー、やっぱり他から流れてきてるっていうふうに考えるのがやっぱり正しいのかなっていうふうにあの思いますというか、うん、まあ自分の中ではちょっとこう結論があるんですけど。は、うん、はい、はい やっぱりそういう話はこう今回ちょっとしない方がいいと思うんでね結論はここでは出さないははい、はいまあそう言ったらねいつやねんってなるけれどもね, <laughs> ま,ね、はい、まあ実はみたいなでもこれってねあのほんまに蓋開けてみたら分かる話なんですけどね、はい、どこの蓋開けるんですかねその真実という蓋をね、はい、開けてみるとね <laughs> うちのトイレの蓋でもいいですけどね <laughs> 開けてみたらねこれってね あのの本当に政治の世界ななんんでですすよねああそうなんですか、うん、だからユニタイムズ的な観点で、はい、北朝鮮とか韓国とかアメリカとか中国ロシアその辺のねあの今後の動きっていうのを考えていくと考えていくとというよりも歴史の流れっていうところから考えていくとね、はい、まあこういうふうになるのが普通だろうなっていうのがあるんですよ。 ああもうじゃあ東の流れみたいなんがあるそれに照らし合わせてみるとこうなるはずだっていうまた結論があるとするでしょ。はい、でそれに合、えー、った動きをその国なり何なりがしてるかどうかっていうことを今度照らし合わせてみると、はい、あやっぱりまあそこだなっていうことにやっぱり落ち着くわけなんですよね。いわゆるひしがたりなんですか ひし形理論でもありますけれどもね、はい、そういう中からの歴史観とか、はいろいろこうね世界情勢の見方とかあってねそれに照らし合わせて考えたらまあ見えてくるものがあると見えてくるものがあって、はい、で実はこれはもう常にあのもうなんていうのかなそのひし形理論の分からなくても政治っていうのはこれ外交も含めてね、はい、表に見えてる部分っていうのはあくまでもあのジェスチャーっていうのかね あうん、本当じゃないんだよっていうのが、うん、これはやっぱり一番正しい見方やと思いいますよ、うん、いつも言われてますもんねおっちゃん。理論が分かんなくても、うんはい、その考えさえ持っといたらね、はい、あの見えてるものだけに惑わされるっていうことはなくなるしで、えー、ここですじゃあそのユニタイムズ的な見解を言っちゃうと実は裏でやろうとしていることっていうものをあのまゆ、あ、ったら種を明かすことになるので。 いつつもののパターンのやつです、ねはい、だからこれ簡単に言ったら、まあ、日本において、はいえー、そしてアメリカにおいて、はい、やろうとしていることがまああるわけなんですよね。それはちょっとこうねあの別にユタイムごときが言ったからといってね <laughs> それがどうこうなるっていうわけじゃないけれどもね <laughs>、うん、できるだけやっぱりそれはちょっと伏せたいなっていうのがあるわけで,、ねはいまあ、ですけどね。<laughs> でまあ、言えるととしたらというか、はい あ、言っちゃうんですか。いや、あの言える範囲があるとしたら日本が絡んでます。よっていうあのー、ことがああ言えることね。うんうん、で、当然アメリカもあのー、絡んでますよ。ということがちょっと。まあ言いたいことで、うんうん、いや言いたいこととか言えることっていう範囲でね。はい、うんなので、だからボンボン売ってるのはね。 あのー、ちょっとこれ理ユニ、理由があって、はい、ユニタイムズ的には、あのー、どんどん打ってくださいと、<ー> <laughs> こんなこと言ったら、本当に、<ー>まあね、怒られるそうですけど、ね、消されそうですよ、理由 <laughs> とね。はい、でも、これがあのー、今の見方ですよね、<laughs> なるほど。うん、だから、どんどん打つのは、えー、いいこと、はいうん、決してあのー、日本に落ちることはないと、はい、いうことも、まあ、ただ、 ミスがあったら落ちるから、それはやばいですけれども。そんなことを言うとね、またやばいですけどね、やばいですよ。だから、とにかくね、そういうお金の流れっていうのも、よくよくいろいろ見ていきながらね、北朝鮮にあるとしても限界があるだろうと、じゃあなんでそんなに撃てるのかとか、なんで撃つのかとかね、もう一個、ヒントいうふうなことでもないけれど、北朝鮮がミサイルを撃ち続けることで、 日本にとって、えー、何かメリットあるのかな考えてみたらいいと思うんですよねなるほどアメリカにとってメリットあるのかなそこまが出たらもうほぼ答えで言うてるようなもん違い,やい,やいやそういうことないですかどういう戦略かっていう話じゃないのであそうかだからそのメリットっていうのが見えてきたらおだけどこのメリットはねやっぱり菱形理論わかんないとわかんないと思いますよ。お<ー>うん みんなの中にはこれから先どうなるかっていう予測っていうか予測っていうよりも流れっていうのが見えてないからね、はい、あの分かんない部分があるんですよでももし分かる人がいたらまあすごいなと思いますけどねその人がいたらやっぱりこうインフォアットマーク <laughs> まああったら <laughs> インフォアットマークでもいいですけれどもね <laughs> はいな感じで、まあ、いずれこれもあの本当のことっていうのは真実っていうのは当然分かりますけれどね、はい、ちょうどあの何ですか ソビエトが崩壊してロシアになったようにまあ時が過ぎてしまえばあソビエトが崩壊した理由っていうのはこういうことかってあとでこう分かってくるような感じでね、はい、必ず真実はあの分かる聞かなくても分かる、はい、ただ今知りたいのは人情ですけどねはいはい <laughs> ということですね <laughs>、はい、うんみんなでちょっと考えましょうま,、はい、まあねこう言えることと言えないことっていうのもありますからね、はい はいまあそういうことでねあの今日は、まあ、ちょっといろいろね皆さんでこう考えていきたいなというふうに思いました、はい、じゃあね、えー、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、えー、番組へのご意見、えー、お便りは、えー、info.unimix.jp までお願いしますはい、はい、お願いしますそれじゃあまた皆さん次回お会いしましょうさよならどうもさよなら